原発推進側の、まあ、総反撃という中で、根本的なきちんとした科学的な裏付け、それから高い、なんていうんですか、インテリジェンスに支えられたですね、そういう脱原発の研究および意見、発信の場がどうしても必要ではないかと。で、一つ一つの戦い、個別個別の戦いはもちろん必要で有効ではあるわけですけれども、それとは別にきちんとした誰もが耳を傾けざるを得ない、エネルギー政策、そして脱原発政策をですね、作り出すべきではないかということが私たちの考えの基本にあります。今実際、まあ、2機しか動いてないんですが、それを止めてきたのはやはり基本的には市民の力だと思うんですね。まあ、それに対して、しかしそれだけでは止まるということが今後どうかということを思ってて、やはり全体的なその政策的な展望というか、そういうものを同時に作っていくことが必要だと、その辺にこの委員会の役割があるんだと思っています。システムとしてこの国のやっぱり基本的な構造を変えることによって被害者を救済する、それから原発のない社会に向けてどうやって扉を開けていくかということを考えていきたいというふうに思ってこの委員になりました。科学者の意識と市民の意識の間に甚だしい開きがあり、もちろん政府や原子力推進を行ってきた方たちが大きく国民の意識から乖離しているというようなことがあったと思います。そういうことを踏まえて、価値観倫理観というふうなところまで踏まえてですね、この原子力政策の将来というものを考えていかなくてはならないと、そういうふうに思っております。福島では今この瞬間も人々が被爆し続けております。今この福島で起こっている事態を何とかして変えていきたい。で、原子力政策の見直しというものは福島を踏まえて行われるべきだというふうに思っています。そういうことを部会の中で、あるいは委員会の中で、皆さんに、訴えていければ良いと思っています。で、今回この委員会に加わった根本的な理由は、原子力委員会の議論の内容と政策決定のための手続きについて金がねから大きな疑問を持っているわけです。論ずるべき問題が論じてられなくて、また、政策決定の手続きも非常に偏っているのではないかと。一言で言えば、原子力の総合評価というものを日本の政策はまともにやってきたんだろうか、原子力の総合評価なき原子力政策大綱ではなかったのかと。そういう意味で市民の目から見ればもっと論ずるべき問題が必要な問題たくさんあるわけで、また議論の仕方の手続き、意思決定につなげていく手続き、そこに改善すべき課題がたくさんあるわけで、それをこの原子力市民委員会を通して一歩でも進めることができたらと願って参加しております。その際にやはり今までの原子力政策というのは、利害関係者の都合ばかりを考慮したけど、これからは国民住民とりわけ福島県民の被害者の人々の意見を汲み取る形で新しい政策を作っていかなければいけないという、そのために全力を尽くし、政策大綱が出た折にはあらゆる市町村を回って、説明に上がりたいと、説明だけじゃなくて意見交換にも上がりたいと思っています。